日本が特殊だったんですよね。だから世界のそのスキーとかボードとかを売るシェアが日本がダントツに一番だったんですよね。でそんなことが起こっちゃうこと自体が本当はおかしいんですよね。だからまあ日本のその国民性っていうのすごくあると思うんですが、一つのことに対してこうものすごくみんながこう同じ方向でこうボンって行ってしまう、それはやっぱりブームだと思うんですよね。急激に上がったものっていうのは急激に下がるんですよね。私は昭和16年生まれの81歳、生まれはこの建物この家と同じです。冬になるともう築城が気になって勉強ももうおぼつかないと、だから学校帰るとみんなで築に行こうって来て、もう一目散でもリフト、地元の人だもんで、リフトの係も無料で本当に乗せてくれてね、上から何度何回滑ったなんていう、60回滑ったなんて、そういう中で育って、本当に雪の中で育って、当時はもうやっぱり2000人ぐらい入りました。土曜日曜祭日にはね、暮れ正月、年寄りに会うと、いや、お花スキー場へ行ってきたいな、もうそういう人たちで、今お花スキー場を知らない人がもう逆に多いんじゃないですか。河野博明です。1951年の3月生まれですので、もうすでに70歳を超えてますけども、日本にスキーが入ったのが1912年、そして昭和の12、3年の頃にはもうスキーが普及してきて、でそれからやはり日本の人たちがスキーのブーム、毎年その給料もどんどん上がっていった時代があるわけじゃないですか。それは日本の経済が所得倍増計画っていうことで高度成長した時代だから、でそういう高度成長の国の動きにスキーも一緒に乗っかったという。1980年代の一番良かったにスキーでお金儲けをしようと思った大企業が大きなお金を投資して作った遊びの公園みたいなスキー場がどんどんできてしまった。お金持ちのスポーツから遊びになってしまった。忘れること、良かった時のこと、そのブームがあるとやっぱりどんどんいろんなそういう需要が高まるわけですから、もうリフトで1時間待つなんていうのは当たり前だったんで、もう考えられないぐらい混んでました。だけどそこからブームが去った時に
やっぱり来る人たちがもうすごく少なくなっちゃうわけですよね。スキー場がどん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 こう寂れていってしまった。それはやっぱりスキーヤーとしてはちょっとやっぱり切ない、もうすごい悲しいことですよね。片桐美希夫と申します。まあ、今スキー場 の、 運営会社の株式会社野沢温泉っていう、スキー場を運営している会社の社長をやってます。スキー場がやっぱり 古くなったものがそのままね廃墟になってあるっていうのはやっぱり良くないと思いますよね。でも日本の中ではやっぱりそうやって閉めたスキー場をそういう場所にねパウダー求めて行ったりとかっていう話は聞きますけどね。雪が降るんだよ毎日。こんなところ世の中にない。あ、もう日本のパウダースノーは世界一だと思います。何度も言うようにただ流行りでブームを作ってボーンって誰でもやりましょうとかっていうことではなくて、もっとやっぱり本当に楽しみたい人たちが本当に心の底から楽しめるスポーツとして残していかなきゃいけない。だからそれを考えると日本っていうのはすごくたくさん雪の降る場所なんで、パウダーを求めて来る人たちにとってはやっぱり本当にパラダイスだと思うんですね。やっぱりスキーが大好きでそのスキーを一生続けたいと思う人たちがきちっとした人数でやっていけば成り立つスポーツなんだと思うんですね。ピークの1990年の最初の頃が異常であって、今が正常に戻ったとみんなが思わないと、昨日よりも今日、今日よりも明日って、もうどんどん変わっていく、それがまあまた魅力でもあると思うんですよね。